動画撮るためにログレスにログインしたらイノシシさんたちが荒ぶってた。どうも、いや面白いね。はい、どうも、今回の動画はまあ攻略動画でもなんでもないいつものあれっすね。あの PUPG みたいな要素を丸パクリしたような、PVP がやりたいなと思っていてっていうお話。コスト縛りの武器を、まあ、ランダムで、なんか宝箱みたいなの開けて、ね、それで、そっから、PVP を始めるみたいな要素で、まあ、それであれば、初心者の方でも、PVP が楽しめるんじゃないっていう、雰囲気かな。PVP ってなるとやっぱり古参の人がどうしてもね、武器の量が多いですし、まあ属性も大体揃っていたりだとかしているし、まあそこそこ勝ちやすい要素は、高めなんですよね、初心者さんに比べると。で、初心者さんが PVP のためにあのゴミみたいな武器を、石3個で買わなきゃいけないっていうね、ハイリスク、ノーリターンな感じで、やる気がね、ない人は多いと思うんだ。いや、本当にね、PVP の武器で、しかもどうでもいいクソみたいな武器を石3個で売るなっつうの。もうセットで、ショップの方で売ってほしい。わざわざガチャにすんねん、バーガーって感じだよね。いや、もう少しさ、スマートにさ、お金を絞ろうよ。マジで。他にさ、いくらでもやり方あるじゃないですか。もうちょっとさ、ストレスすぎんだよ、取り方が。そういうのね、それはそれで、まあ、無料にしといて、他で取れるじゃん。いくらでも。なんでわかんないのかな、この経営者たちは、みたいなさ、運営さんたちは、よく思うんだけれども。もうちょっとね、ユーザーさんたちはみんなね、社会人ではないし、学生さんたちももちろんいるし、ね、中学生だって小学生だっているわけじゃないですか。そういうのを、なんだろうね、もう少しね、ユーザー層というか、顧客層をね、研究してほしいかなって思うんですよね。いや、もうね、5、6年前のような、6、7年前ぐらいのような、ガチャだけ出せば金儲かんだろみたいな頭で、まだ多分いるのかなと思うんだけど、もうそういう時代じゃないからね、もうちょっとしっかりしてほしいなって思うんですけど、はい、話しとれましたね。そんなわけでね、PVP ということで、やっぱり PUPG 的な、まあ、運要素をだいぶ絡めた感じとか、あと、まあ、落とし穴であったりとか、まあ、トラップだよね。毒とか呪いとか封印とか、まあ、封印はあるんだけれども、やっぱり毒の、まあ、対人用の武器とだとかも、まあ、欲しいっちゃ欲しいよね。それで、だいぶ戦局も変わったりするだろうから、いいと思うんだよね。もう本当にね、今の PVP がね、完全にマンネリ化しちゃってて、もう全然面白くないの。本当に全然面白くないの。本当に全然面白くないから、ただただ作業になっちゃってるから、運営さんは何ゲーム作ってんの、それともただの作業ゲーを作ってんの、どっちなのみたいなさ。今のログレスはさ、インフレしすぎちゃってさ、しかもテンプレ装備もたくさんあっちゃってさ、ね、それで属性ごとでしょっていうのがあって、初心者の方がね、やっぱり楽しめないんだよね。それを楽しませるために、入り口を作るために、すごくやりやすい、まあ、PVP を入り口にしてあげたりだとか、そのコスト縛りの、まあ、初期装備でクエストを作ってあげたりだとかっていうのをしてほしいんだけれども、私にはそういう決定権がないので、まあ、皆さんで、まあ、視聴者の方の皆さんで問い合わせをしてもらって、少しでもね、ログレスが、ね、楽しくなるように、してほしいかな、なればいいなと思っています。私もね、初心者の方と遊びたいんですけど、やっぱり
で、結構差があるので、その差をなくすためにも、そういうクエストが欲しいよねって、思っています。まあこれからもね、5年先10年先って言ったら多分違う媒体になってるかもしれないよね。スマホじゃなくて違うものになってそうだけど、まあそれでもね、剣と魔法のログレスが続いてくれれば嬉しいなと思うので、頑張ってほしいなと思います。それではまた他の動画で会いましょう。つかました。